ブフテマスは1920年から1930年の間にモスクワで設立され美術教育にあたったソ連国立高等教育機関である芸術工芸学校でブティマズ・ビシューティマズとも綴る。日本語訳では国立高等美術工芸工房や国立高等芸術技術工房などと訳される。芸術や建築分野で ロシアーバンギャルドと呼ばれる芸術ムーブメント、シュプレマティスムや構成主義といった運動体に呼応した新時代の革新的な美術教育機関となった。それゆえ常に政治的な圧力にさらされていく。かつてブフテマスが置かれていた建物設立経緯は、それまでモスクワにあって芸術教育を施していた絵画彫刻建築学校を 国営の第一自由美術工房に改組産業色の強い教育を担った、ストロガノフ応用美術学校、A、ストロガノーブ。スクール・オブ・アプライド・アーツを第二自由美術工房に改組し、これを、さらに国営教育機関として、統合、1919年に誕生したバウハウスに1年、先立ち、1918年、スボマスをペトログラードにて発足させる。 ところが、発足2年後、今度は、ウラジーミル・レイニンが1920年に、スボマスを改組する直例を出して、モスクワに、ブフテマスを開設させた。この学校は、芸術学部と産業学部を設置し、芸術学部では、グラフィック化彫刻化建築化を開設。産業学部は印刷化陶芸化テキスタイルデザイン化木工化 金属加工科を開設した。常時で100名の教育スタッフを抱え、学生は、王子は、約2700名が在籍している。いずれの都がも、基礎造形過程に重きを置き、建築や工芸、産業デザイン、工業デザインを重視する、一見バウハウスに似た、芸術教育を導入している。1926年には、新たな学長を迎えて再編させ、 1927年に、名称もスタジオイコール工房から、インスティチュートイコール研究所に変更し、ブフテインに改称した。ところが、1930年に閉鎖、解体を受けることになった。残った教員と学生、さらに残された資産などは別の学校へと、分散することになった。教授陣は、ワシリー・カンリンスキー、リューボフ・ポポワ、アレクサンドル・ロトチェンコや、 ウラジーミル・タトリン、エルリシツキー、コンスタンチン・メイリニコフ、ナウムガボ、カジミル・マレービチ、ベスニン兄弟、イワン・レオニドフ、イワン・クリュンなどの面々である。卒業生には、上記レオニードフや、タチアーナ・マーブリナ、など、多数の人材を輩出。ありがとうございます。